ハップスオーギハ白ジラは、ハクジラアモク、赤棒クジラかオーギハ白ジラ族に属するクジラである。魚類学者カール・ハップスによって発見された時には、太平洋オーギハ白ジラであると考えられたが、後に新種であることが示された。種小名カーレーワンは、このハップスの名前に由来する。座礁により確認されている個体は31頭が、知られており、 野生下での目撃例は一例だけ報告されている。ハップスオーギハ白ジラの体型は、オーギハ白ジラ類としては典型的であり、比較的丸っこく、先細りの防水系である。興奮の長さは平均的である。コブハクジラのように下顎の一部が上顎からはみ出たフェンス状になっているが、コブハクジラほどは極端ではない。派生は、扇白ジラ属としては典型的であり、 オスは上顎には、歯なく、下顎に2本だけ、長い歯を有しており、口外に露出している。メスの場合には、すべての歯は歯茎に隠れている。ハップスオーギハクジラの特徴は頭部に、帽子のような白い模様と全身の傷である。オスの体色は、全身が濃い灰色あるいは黒であり、複側に明るい色を持たない。興奮と頭部のメロン付近は白く、体表に多くある傷も白い。 メスや未成熟の個体は、背側は明るい灰色で、腹側は白い。体長は5.4メートル、体重は1500キログラムに達する。生まれた直後の体長は2.5メートルであり、母親の体長の46%に相当し、オ,オギハ白ジラ類の中で最も大きな比率である。ハップスオ,オギハ白ジラは北、太平洋に生息する。西側は日本付近。 東側はブリティッシュコロンビア州からカリフォルニア州にかけての海域に生息することが知られている。その中間の海域にもおそらく生息すると考えられるが、目撃例は報告されていない。推測されている生息域は狭いため、生息数は多くはなく珍しい種であると考えられるが、全生息数は不明である。野生下での目撃例は一例が知られているのみで、 乏しいため、生体は不明であるが、おそらく他の扇オオクジラ類と同様に小さな群をなして行動すると思われる。生体のオスの体表には、同種のオスと争ってできた傷が多数あるため、他の扇オオクジラ類よりも、動詞の有同士の争いが頻繁に行われていると考えられる。主にイカを食べると考えられている。日本では時々捕鯨船によって捕獲されることがある。 カリフォルニア沖では流し網による、本格の犠牲になることが知られている。エンサイクロペディアオブマリーンマーマルズ、エディテッドバイウィリアム・フ・ペディン、ベルント・ワーシグ &JGMC ウィシン、アカデミック・プレス、i s b n A から十二から五十五万千三百四十からにランダル、R ・リーブス、ブレント・ S ・スチュワード、フィリップ・ J ・クラパムジェームズ・ A、オル、『シーマーマルズ・オブ・ザ・ワールド、A&、 シーブラック、ロンドン、i s b n 0 7 1 3 6 6 3 3 4 0四ゼロハブスビークトホエールテキサスエアンド、M. ユニバーシティーコープスクリスティーメッセープロドン、カーレワジー CMS 改正哺乳類、図鑑国立科学博物館動物研究部、デイビッド・ムーア植物学者オア、フレデリック・ムーア昆虫学者オア、ヨゼフ・カーティス・ムーア動物学者。ありがとうございます。